フェラーリ、雨に濡れても大丈夫か説。あはは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 。お疲れ様です。どうですかフェラーリ。488スパイダー買っちゃいました。いや、動画見てくれてた最近。そうだよね、ネットニュースで最近ちょっと取り上げられてるのもあって、そっちは見てくれてたんだね。なんかこのホワイトのカラー結構気に入ってるんだけど、似合う？本当に？あら嬉しい。ちなみにね、内装とかもね、こんな感じ。ほらカーボンになってたりとかするんだけど、すごい贅沢なの。そう、このサイドシルのとことかもね、細かいところもめっちゃカーボン使われてて、あと前にポルトフィーノは何度も見せてたと思うんだけど、この車も実はオープンになるんだよね。あ、でもなんかフェラーリ、オープンカーに限らずとも、フェラーリはなんか雨に濡れさせちゃダメとか言うみたいなんだけど、コンズの担当の営業さんに聞いてみたら、なんか別にそんなこともないというか、あ、でもミッドシップのエンジンだと ここにダクトが空いてるから、こっから水が入ってくのが良くないんじゃないかって言われるんだけど、でも水に濡れてダメなところはちゃんと水が当たらないようになってるらしいから、なんか雨ざらしで放置しなければ別に問題ないらしいんだよね。企画？オープンカーで？めっちゃ雨降ってるんだけど、その中走るってこと？え？それはさすがに濡れるんじゃないのかな？絶対？嘘でしょ？そんな検証？ひどくない？よろしくお願いします。え、でもこれまだ買ったばっかりなのにシートびしょ濡れになる可能性あるってことでしょ？サランナップ、ちょっとじゃあとりあえずオープンにしてみていい？一回。よいしょ。いや、これ普通にダメじゃない？これ本当にこれから走らせるつもり？マジで？この辺のシートにサランナップ巻きつければいいだろうって？いつからそんなスパルタになったの？あー、カメラマンさんの逆襲かな。最近カメラマンさんの扱いひどいですねってコメント欄でも書かれてたから。逆襲？今日も現地集合だったしね。え、ちょっと一回サランナップ敷いていい？まずシートにサランナップ巻くっていう発想がやばくない？いやこれ完全に不審者なんだけど。どんなの？私が一番知ってるよ。ひどい。すごい、めっちゃ丸気な絵面になってそうで嫌なんだけど。このサランナップが巻かれたシートにこれから座んなきゃいけないのはなんかやだ。もういい。フェラーリ、雨に濡れても大丈夫か説。じゃあ検証してきますよ。はい、じゃあ行ってきます。あー、じゃあ検証してきます。あー、最悪だ、もう。やけくそだわ。あー、やだおかしいではあいつみたいな目で見られるってことでしょ。あー待って、サランナップが取れそうな音がする。大丈夫かなこれ、戻ってこれるかな、ちゃんと。もう不安なんだけど。あーやだ。待って、めっちゃやだやだ言ってたけど濡れてないわ。私の顔に1ミリも雨が降ってない。そしてサランナップがすごい音してる。待って、
れてきたけど来なきゃよかった。こんな雨の日にまずフェラーリを出すこと自体良くなかったんだ。フェラーリは濡れてもいいとは言ったけど、でもこれは失敗だったわ。なんかサランラップがすごい動いてきてる気がするのは私だけでしょうか。そしてカメラの位置も勝手になんか動いちゃったし、もう散々だわ。まあ言うてでも4パッパの内装は綺麗に守られてる気がする。その証拠に私が濡れていない。なんで私こんな車芸人みたいなことしてるんだろう。車系 YouTuber あまりこさらなるステージへ突入の巻。養生テープでちゃんと頭の部分、ヘッドレストの部分止めてるおかげで飛ばされる心配はないんだけど、ただひたすら私の頭にまとわりついてくるサランラップがいるっていう悲しい状況。こんな悲しい格好を4パッパ君にさせながら走ることになると思わなかった。もう許せん許せん。これはラーメン5杯はおごってもらわんと許せん。あ、車の温度計見てみたら14度って書いてあるんだよね。14度だよ。14度で半袖で、しかもオープンにして雨の中走ってる頭のいかれた女だと思われてしまうよ。こんなの絶対もうやだ。としては高速道路とかで信号がない区間を走るのであれば濡れないという事実が分かりました。ああやっと駐車場に戻ってこれた。ああめっちゃ疲れた。なんか普段走るよりも圧倒的に疲れた。そして速度が落ちると普通にシートが濡れる。これは非常に良くない。まあでもとりあえず帰ってこれたので良かったです。めっちゃ疲れました。許すマジ許すマジ。としては全く濡れなかった。全然濡れなかったんだけど、どう、サランラップがめっちゃ暴れたの。ここにあったサランラップがめっちゃ私の頭をペシ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 叩いてきて、すごい嫌だったけど濡れなかった。サランラップも1ミリも濡れてないんだよね。なんかこの辺り多少水が入っちゃったのもあったけど、シートは全く濡れてない。オープンカーなら雨の日でオープンで走っても信号に止まらなければ濡れないっていうことが分かりました。一つ賢くなりました。でももう二度としません。すごい体が冷えたんでラーメンおごってください。あーめっちゃ寒かった。ラーメン食べたいと思います。やったー。辛味噌にしよっかな。お願いします。今日は珍しくカメラマンさんのおごりです。ありがとうございます。うわーめっちゃ美味しそう。体が冷えたのでいっぱい食べて温まります。いただきます。美味しい。あ、やば、すごい割り方しちゃった。美味しい。じゃん、ニンニク4杯入れました。やば、
やばい、ニンニクめっちゃ入れすぎちゃった。あとでマテヨンパパくんに乗るんだけど、フェラーリの中がニンニクシューマビリになってしまう。デブカツならぬ口臭カツ、いただきます。じゃん、完食です。めっちゃ美味しかった。そして体がポカポカになりました。冷えた体にしみる。ごちそうさまでした。